金星ね、金星ね、金ン軍、韓国語、1942年12月13日帯は、日本京都府京都市京区出身のプロ野球監督、コーチ。韓国で、実業団野球、社会人野球の投手として活躍後、同国プロ野球、久保7球団で監督を務め、2014年までの監督通算1234勝は、韓国プロ野球史上、 の1567章24年1290敗68分に次ぐ歴代2位の記録である。通称は野球の神様という意味を持つ野上。在日韓国人2世として京都で生まれる。本籍地は京商南道新洋軍で日本名は金林聖年金林聖魂。京都府立桂高等学校在学中の2代4回在日居を 学生野球団の一員として奉還。高校を卒業後、韓国に渡る。釜山の党は大学校、党は大学校中退。2、本格派左腕として、実業団野球チームへ入団。飛躍の決定的な土台づくりになったのは、テスト生として参加したに、日本路野球、NPB、パシフィックリーグの南海ホークスが行ったキャンプ。監督の鶴岡和と以下、 黄金期の南海選手たちや松葉徳三郎からトレーニング法を学んだ。1961年の第4回アジア野球選手権大会で韓国代表チームに初選出。選手引退後もに監督を務めた。当初は在日ということで母国、韓国でも反応が冷たかったという。しかし、に韓国プロ野球、久保が発足すると実業団時代の手腕を買われ、 OB ベアーズの投手コーチに就任。には監督へ就任した。OB 対談後も万年再開チームだった太平洋、ドルフィンズ、対三番ウルレーダースなどをプレイオフに引き上げ、には不審に苦しんでいたソウル本拠の人気チーム LG ツインを戦力の整っていない状況にもかかわらず、韓国シリーズにまで進出させるなど、 B クラスチームの立て直しについては右に出るものはないと言われて今まで在任したすべてのチームをポストシーズンに導いた実績を誇る。ただ、十数年の監督生活の間、通算勝利数は2位であるが、2007年までは韓国シリーズ優勝を経験していないことから、一般的には土台作りから始めるべきである B クラスチーム向き。 優勝を狙うチームには合わないと評されてきた。そして彼がいた時はチームが目を見張るような巻き返しを見せながら彼が去った後は故障者続出でチームが B クラスに逆戻りスパターンを繰り返すことや毎試合のごとく信頼できる特定の中継ぎ投手を軸に複数のリリーフの継ぎ込む試合運びのため勝利のために選手、特にピッチャーを酷使するという評価もある。 他の専門家にも一目置かれる暗黙と選手たちへの面倒見の良さから、不妊中の所属チームの選手たちとの信頼関係は非常に厚く、選手生命にも影響しかねない負傷を持っている。選手が地を変りめず彼のために試合に強行出場して結果を残したこともあるほど。そして前述のように無名の選手を鍛えて、使い物にさせる手腕に恵まれたことなどで、彼がチームを去った後でも彼を、 呂選手は多い。だが、いつも任せられるチームが、戦力の整っていない、崩壊寸前のチームや、財政的に苦しい弱小チームであったため、球団フロントとは、戦力補強に、大幅な支援をしつこく要することで衝突が多く、いつもギクシャクしていた。これが彼が、いつも、B クラスチームの再建の手腕を振るって、結果を残しながらも、 契約満了の前に解任される主な原因であると言われ。特に2002年シーズン後は前年6位の LG ツインズを A クラスに引き上げ、準プレイオフ、プレイオフを勝ち抜いて、韓国シリーズでも巨大戦力を誇るサムスン、ライオンズをもてこずらせ、ルイブリを見せた。この一戦で韓国シリーズ10回優勝を達成した敵将の金王流をして、作戦や投手交代。 代打起用などの采配が怖いほど当たりすぎて、まるで野球の神様と対敵するような思いをさせられた、と言わしめた。しかし、韓国シリーズの終了後、新しく就任した、球団社長が彼のスタイルである、管理野球が嫌いだった上に、自らと信仰がある、理工完全監督をチームに復帰させるため、君の野球は、LG ツインズの、追求する野球ではないという理解し難い理由をつけて、 彼を解任したことから、球団はファンの激しい批判の嵐にあった。彼の対談の後、チーム成績は3年連続の6位と全く振るわず、2006年は球団史上初の最下位に転落した。類まれな B クラスチームの再建の手腕のため、フリーの時はほぼ毎年シーズンオフに不振に陥った会チームの新監督候補として囁かれる。例えば、2005年のオフ。 プレイオフ進出さえできれば、ほぼ毎試合満員御礼ができると言われながら最近、低迷ぶりが目について、観客動員に苦戦したロッテジャイアンツ野球度の優を誇りながら、昔の面影を失いつつある伝統の名門、キアタイガースの監督候補として、マスコミに取り上げられることもあった。この間、2は、日韓プロ野球スーパーゲームで、韓国チームのコーチを務めた。 2は日本へ戻りパリーグに加盟する千葉ロッテマリーンズのチームコーディネーター、コーチタイに就任。日本の野球へ適応できずに苦しんでいた、李商用の担当コーチとして復活を陰で支えた。また、今江敏明、里崎智也の打撃指導も担当。韓国時代から選手の小さなフォームの変化による技術的な問題点を見抜く能力があり、李商用の他に、 大松正一などロッテの若手選手たちにも、その能力を認められ、彼らにもワンポイントアドバイスを求められるようになった。2005年シーズンの後、ロッテ球団は、李昭洋の残留をもくろむ一方、金の指導能力を高く評価してには1.2軍、巡回コーチに就任させ、久保出身者で、初めて NPB の正式コーチとなる。2006年度シーズン限りで、契約満了に伴い退団。 カラは、久保の s k ワイバーンズ監督に就任し、期待通り前年6位に低迷したチームを再建。戦力補強も成功して、シーズン序盤から首位を守り、球団史上初の公式戦優勝を達成して、自身2度目の韓国シリーズに進出。そして、トサンベアーズとの対決となった、韓国シリーズでは先に2敗をしたが、その後の4連勝で悲願の韓国シリーズ優勝を、果たし、 ついにこれまで付きまとっていた優勝はできない監督というイメージを払拭することに成功した。そして韓国シリーズ優勝チームを率いて参戦した2007年のアジアシリーズでは予選3試合を全勝して決勝戦に進出。日本の中日ドラゴンズを相手に前戦するも敗れて準優勝に終わった。は、前年に増した圧倒的な戦いぶりを見せて 公式戦で2位に13ゲーム差をつけて、韓国シリーズに直行。韓国シリーズでは、トサンベアーズとのリターンマッチを4勝1敗で制圧して、2年連続優勝を遂げた。また、シーズン中、韓国プロ野球史上2人目の監督としての公式戦戦勝を記録した。は、夏場から爆発的な勢いに乗ったキアタイガースの前に屈し、公式戦2位。 韓国シリーズ準優勝に終わった。は、序盤から首位を譲ることなく、公式戦で優勝すると、韓国シリーズでも、サムスン・ライオンズを4連勝で下し、2年ぶり3度目の優勝を飾り、SK の黄金時代を築き上げた。8月17日、同年限りでの辞任を突如発表したところ、翌18日に、球団から解任された。2011年12月、 カから久保の二軍リーグに参戦する、カヤワンダーズの初代監督に就任した。カヤは母体となる一軍のない、久保球団入りを果たせなかった選手たちを集め、再チャレンジを去るための独立再参政を取った球団である。カヤが限りで活動を終了すると、同年10月25日、久保へ復帰し、ハンファイーグルスの監督に就任した。は6位。 ト年連続ポストシーズン進出はならならかった。5月21日、4連敗となり、順位を9位にまで落としたサムスンライオンズ戦後に陣を表明し、5月23日に、球団側が陣を受け入れ、正式に辞任が決まった。日本のメディアでも、週刊ベースボールは事実上の鋼鉄、デイリースポーツは解任と報じている。 1>, 1月19日、日本のパリーグに加盟する福岡ソフトバンクホークスのコーチングアドバイザーに就任することが発表された。2010年12月、日本の高知県より高知県観光特使に任命されている。このこともあり、所属球団の春季キャンプは高知市野球場を使うことが多い。出生から高校卒業まで日本で過ごし、都館後もたびたび、 日本を訪れており、現在でも日本語は非常に堪能。日本のマスコミの取材にも関西弁を交えた軽快な会話で受け答えをしている。長男の金帝、春、キム・ジョン・ジュン、YSKY バーンズの球団職員として記録課長などを務め、2006年のワールドベースボール、クラシック、WBO 韓国ナショナルチームに戻していた。父が、 SK の監督を解任されると、自身も、球団職員を辞職し、2012年より、野球解説者として活動していた。2014年11月、父が、ハンファの監督に就任すると、ハンファの戦力分析担当や守備補助コーチを務めたが、2017年5月、父が辞任すると、翌6月に息子も、ハンファを去った。突起ない限り、日本語の資料を、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。